四大ハミルトン公、ジェームズ・ハミルトン第四大ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンは、スコットランド及び、イギリスの貴族、政治家。1658年から1698年まで、アラン・ハクシャクの儀礼称号を使用した。1712年11月15日の、ハミルトン公と第四大猛音男爵、チャールズ・猛音の血統を描いた絵画。 1658年4月11日、初代セルカーク伯爵、ウィリアム・ダグラス・ハミルトンとその妻第三代ハミルトン、女皇者クアン・ハミルトンの間の長男として生まれる。イギリスの陸軍元帥で、オークニー伯爵、ジョージ・ダグラス・ハミルトンは弟、グラスゴー大学を卒業。1679年から1688年まで、ジェントルマン・オブ・ベッド・チェンバーを務めた。 1683年から1685年までパリに公使として派遣された。1685年には、騎兵連隊の大佐となり、1688年には、少々に昇進。1688年から1689年にかけては、岐副長官を務めた。彼は1689年の名誉革命で、 ジェームズ2世がロチェスターへ逃れた際に同行した4人の貴族の一人だった。これは父の立場に反してのことだった。1693年には中将に昇進。1699年から1702年にかけては再びジェントルマン・オブ・ベッド・チェンバーを務めた。1698年7月9日、第4代ハミルトン公爵を継承した。 1700年からは、スコットランド議会の議員となる。同議会でイングランドとスコットランドの合併に、強行に反対し、反対派議員の中心人物となった。しかし1705年9月1日の議会では彼は、突然合併賛成派に転じた。これをきっかけに合併は一気に軌道に乗った。ハミルトン公の、突然の表編は脅迫されたとか、買収されたとか、 合併不可否と判断して諦めたとか様々な説があるが確かなことはわかっていない。合併後の1708年から1712年まで貴族代表議員としてグレートブリテン王国貴族院議員となる。さらに1711年9月10日にはグレートブリテン貴族社位ブランドン公爵に助せられたことで終身の貴族院議員となった。 1712年8月には中フランス大使となったが、その年に死去することになったため実際に職務を取ることはなかった。1712年9月には補給長長官を兼務し、10月にはガーター勲章を受勲した。しかし1712年11月15日に、ロンドンで第4代毛音男爵、チャールズモー音と決闘に及び命を落とした。 1698年7月9日に母アンハーミルトンから以下の借位を継承した。1711年9月10日に以下の借位を新規にノブされた。1687年に第2代サンダーランド伯爵ロバート・スペンサーの娘アンと結婚したが子供はなかった。1698年に第5代ジェラード・男爵ディグビー・ジェラードの娘エリザベスと 再婚し、彼女との間に、以下の7詩を設けた。また、被着室詩として、初代順男爵ジェームズ・アバー・クロンビーとチャールズ・ハミルトンの詩がある。ありがとうございます。